三上奈美のベトナム乱歩へようこそ。本日はホーチミン3区、かなり10区寄りの3区のカオタンという通りにやってきました。今日はここで以前紹介したバインコーンのちょっと違うバージョンを食べてみたいと思います。それではいっちゃおしんちゃお。三上奈美のベトナム乱歩、着席しました。割と縦長の感じのお店ですが、壁に絵が描いてあって可愛い感じですね、はい、ではメニュー紹介。もちろん今日食べに来たのがバインコンなので、バインコンいろいろ種類ありますが、特に今回食べたいのはバインコンジョンというですね、卵が入っているシリーズです、まあ、でこれが半熟の目玉焼きと、あとスクランブルにした状態のものがあって、の2つを頼んでみました。そしてチャダンも頼みました。テーブルにこれあるから一瞬あれチャダンあるかなって勘違いしそうになるんですが、これはヌクチャムなのでご注意ください。タレですね、はい、届きました。割とオーダーしてすぐ作り始めてくれるんだけど、作るところも見ててすごい楽しくって、なんかくるくるくるっていう巻いていくんですけど、でこの2パターンね今回作ってもらったので、はい、こっちが目玉焼きバージョン。目玉焼きバージョンはロンダオですね、はい、でこっちのスクランブルっぽいよく焼いてる方はヤムチン、2種類頼んでみました、まあ、同じものなんだけど焼き方をこうやってオーダーできるっていう感じですね。それではいただきます。でバインコンって前に紹介した時はこうやって細長いなんか生春巻きのベロベロベーバージョンみたいな感じだったと思うんですけど、今回はこの四角い感じで1個ボンってくる感じなので、まあ、ここに、はい、ちっちゃい器があります。でこれでこのタレを入れて、でチリもお好みで、私もせっかくなんでちょっとだけ入れようかな。ちょっと一旦そのままにしようかなやっぱり。で通常のバインコンはつけて食べる方がいいと思うんだけど、この感じだとつけて食べるのちょっとあれなので、ジャバってかけちゃおうかなと思います。ではそのままちょっと一旦いただいてみようと思います。これはあ、なるほどね、ちょっと周りを真似して。ではまずちょっと4等分に切って食べてみようと思います。なんかエビとかも入ってる、すごい一口でかいねやっぱでかい、ちょっと腹減ってるからさお腹すいちゃって大きいの行こうとしちゃったけど、やっぱ大きいよねさすがに。そいでも大きいいただきます。おいしい、美味しい。今あんまりお肉もそんなに入ってなかったし、エビもちょうど入んなかったんですけど、それでも美味しい。この周りのもちもちの皮がすっごく美味しくて、卵もいい感じにミックスされて、あとキクラゲも入ってるね、いっぱい。でちょっと隣の人がやってた感じで、この葉っぱを乗せて食べてみようかな。うん、このもちもちトゥルトゥル肉肉の中にこのシャキシャキがまた入ると食感がさらに良くなって超美味しい。はい、もしもしちょうど出たそうね、ずっとピロピロ言ってたんでいや、すごく美味しいです。なんか卵がすごいいい感じに馴染んで、このスクランブルエッグの状態もこれもでも焼き加減も絶妙で、なんか焼きすぎない感じの卵いい。それではお次、とっても楽しみだったこの半熟ちゃんの方をいきたいと思います。まずはね切って、うん、いいね。もうこの切った瞬間にとろってさ流れてくるのがたまらないですね。あとさ、このさ添え付けのレタスも千切り で下にさらにもやしも入ってんの。だからなんかちゃんとお肉も野菜もどっちも取れるって素晴らしい。せっかくなんで辛いのちょっと入れようと思います。これに辛いのをちょっとだけ入れて、うん、
配信した。せっかくだからちょっともう野菜も乗せちゃおう。でかいね。4分の1はでかい、やっぱり。いっか。いただきます。うん、あ、おいしい。バインコンの生地、米粉を引き伸ばしてちょっと発酵させてんで、ね、ほんのりちょっと独特の酸味もあって、このもちもち感が生み出されてたまらなく美味しいですでね。このもやしとレタスのサラダも最高。うん、うまい。辛いよ。美味しい。でもこれは美味しい。ちょっとなんか私の住んでるところからするとね、3区の奥地にあるんですけど、できればもうちょっと中心部にできてほしい。あの前に紹介したバインくんも私すっごい美味しくて好きなんですけど、そことはまた違った味わいがある。どっちもなんか違って、どっちも美味しい。どっちもバインくん。うん、あとちょっと、あとちょっと、足りなかったらおかわりだ、あとちょっと。美味しい瞬間はあっという間に終わってしまう。人生とは無常である。でもちょっと今2つに分けたから、あと2口楽しめる。うまい。前に紹介したバインコンも実はホーチミンおすすめスポットに入れてるんですよ。美味しかったので、でもここも入れたいけど、旅行者におすすめスポットにするには微妙に遠いかな。うん、美味しい。ラスト。なくなってしまった。というわけで、ごちそうさまでした。おいしい。メインって感じなくて、おやつ感覚で食べに来ても全然ペロッといけちゃうので、方面的にはあのすごい昔紹介したカンボジアマーケットとかフラワーマーケットとか、そっちの方面かな。まあ、産区の中でも結構お口なんですけど、おいしい。まあ、在住者の人は特に一度は来る価値があるので、絶対来てみてほしいです。バインコン、よかった。というわけで、本日も三上奈美のベトナムランプをご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい。あ、またチョキ出しちゃう。バイバーイ。